本日はモトレイジとランドローバーとの関わりみたいなことを少しお話ししてみたいと思います。1986年のキャメルトロフィーで、ジャパンファイナリストとなってランドローバーテストコースになっているイギリスバーミンガム近くの、イーストナーキャッスル、ランドローバーのテストコースになっている、お城ですね。そこで約1週間ランドローバーを乗り回しまして、雪の中とか丸太をかけて、川渡りをするとか、大きなラフトをつけて、深い水深のところを浮かしながらランドローバーを対岸まで運ぶとか、過酷な経験をいっぱいさせてもらいまして、その1週間ですっかりランドローバーの虜になってしまいました。どうしても新車の、90の V8 が欲しいと思い、イギリスから新車を入れる決断をしました。ディフェンダーの新車を輸入したのは日本で私が最初と言われてます。その後約15台輸入して販売させていただきました。日本が戦後 GHQ に統治されている時代にランドローバーのシリーズ1を日本に最初に輸入したのは白洲次郎と言われています。吉田茂首相の顧問として民間人でありながら日本の要望を強く主張した人として知られています。東北電力の会長をしていて山の中を仕事で走り回るのにランドローバーシリーズ1を輸入したと言われています。彼の高校の母校が、神戸一中なんですね。で、その神戸一中が後の神戸高校なんですけど、その神戸高校が私の母校で、先輩になります。私の先輩が日本で初めてランドローバーを輸入して、私がディフェンダーの新車を初めて輸入して、でまた夫人の名前が雅子なんですが、私の家内が雅子で字まで同じで、なんか不思議な妙な親近感を感じています。この90なんですが、日本に最初に輸入した3台のうちの1台の車で、私がずっと使っている車になります。V8 3.5 リッターで、SU ツインキャブ、ABS とかトラクションコントロールとか電子化がほぼされていない車両で、今後も長期間使用できる可能性があります。90も110も同じなんですが、足回りがすごいと私は思っています。前が3リンク、後ろが A アームなんですが、特に A アームの動きはすごい感激するような動きをしています。トランスファーなんですが、トランスファーレバーを左へ倒すと、センターデフがロックされる。で、前に倒すとニュートラル、それからローレンジにできる。フルタイムでローレンジ使えるというのが実はなかなかいいなと思っています。90110ともにですが、足回り、サスペンションキット、あるいはコイルスプリングも高さ何種類かありますし、組み合わせるダンパーも何種類かご用意があります。細かいご要望に応じた、サスペンションキットを提供できると思います。で、ワンテンに関して新たにルーフパネル、 FRP 製のルーフパネル、それから FRP 製の、ルーフライニング、内張りのことですけどね、新たに新発売いたします。 FRP 製のフロントグリル、これも新発売いたします。それからワンテン用になりますが、リアのコーナーガード、これはリアのコーナー潰すとちょっと修理が厄介なんですね。でパネルがアルミなもんで、板金がしにくい、交換になる。そのためにリアのコーナーを守るように、コーナーガードを新発売いたしました。モトレイジでは、ディフェンダー以外に、クラシックレンジローバー、ディスカバリーシリーズ1、シリーズ2のサスペンションキット、それからセカンドレンジローバーのコイルコンバーションキット、これもエアサスが、トラブルが多い、コイルに変えてしまえばもうその後トラブルはなくなる、このような商品を、各種販売させていただいております。新しいディフェンダー、サードレンジ以降のレンジローバー、ディスコ3以降のディスコですね、このあたりの開発は今後の課題にさせていただきたいと思っています。
ディフェンダーには TDI、TD5、ガソリン、TDCI、いろいろ種類が年を追うごとに変わっていっていますが、それぞれ特有の鳴きどころがあります。最後に私のランドローバー乗られる方へのメッセージを少しお伝えしたいと思います。私は愛くるしいこの車が好きで、長く使いたい、また皆さんにも長く使っていただきたいと思うんですが、 TDI、TD5、TDCI、ガソリン車、それぞれに特有のウィークポイントがあったりもします。それはもう否めないことで、そのあたり のメンテナンスをちゃんと面倒見ていただけるショップさんを見つけた上で、末永くランドローバー使っていただきたい、それが私のメッセージです。 Thank you.